境争論とは、中世日本における所領の境界をめぐる、紛争のこと。境争論の発生は古代末に遡る。平安時代中期以後の土地の開発の進行は、田畑の境界線や山の川海の溶液圏をめぐる、紛争を引き起こした。特に国河領などの香領に領域を広げようとする、荘園とこれを阻止しようとする国士との争いや、別の領主が所有する、 荘園同士の境界争い、山林などの使用権、収益権をめぐる村同士の争いなどがしばしば発生するようになった。鎌倉幕府成立後は、東国は鎌倉幕府、西国は朝廷が境争論を行う原則が成立したが、上級の乱以後は、六原丹大が実際の審査に関与するようになった。ただし、 両政国の境界線が絡む問題に関しては、例外的に政断のみが採決として有効であった。境総論は、基本的に所領を実際に治療している者が論人、実際に治療はしていない者の,の正当な権利者であると主張する者を素認とするのが典型であり、総論発生時には、論人が暫定的に所領の領有が許されていたが、判決が出るまでは、 その使用や売却、処分は制限され、収穫物は、ニ人側の立ち合いを得て行わなければならなかった。また、場合によっては、訴訟機関が、中に置くことを宣言して一時的に一切の権利を、停止して管轄下に置き、許可なく、収穫物を持ち出すことは、欧州浪責の罪となった。堺総論の訴訟は原則として、論人、 ソニー双方が証拠となる文書類を提出して、訴訟機関がこれを審査して判断したが、稀に救命のために実際に現地で実験を行ったり、コロなどからの事情聴取を行うこともあった。ご成敗式目には、境相論の規定があり、実験士の現地派遣やソニーが、権利もないのに、論人を不当に訴えたことが明らかになった場合には、 堺井内越の罰を与えて、素人の所領の一部を論人に与えて賠償とする規定などが設けられていた。室町幕府や諸国の守護なども基本的にはこの方針を踏襲したが、当時の政治権力は、刑事的、軍事的問題に発展しない限りは採決結果を強制執行するための措置は取らなかったために、採決が出されても解決しない場合もあり、 戦乱などで政治権力が弱体化すると採決に従わない例も珍しくなかった。そのため実際の解決には武力などによる自力救済を図る場合もあった。特に南北朝時代から戦国時代にかけては村落間で境界線や入会をめぐって紛争が生じた場合には隣接村落間による実力行使による 合戦が発生するケースがあったほか、引き章、雪き章などの非合理的な審判による解決方法なども導入された。織田信長の政策を引き継いだ、豊臣政権は、天正13年には、九州地方、天正15年には、東国、奥羽に向けて総武事例を発し、領主間の死闘を禁じ、これによって、境総論の解決機能を、大名間。 尊楽観を問わず自らの政権に集中させようとした。刀流儀礼によって村々から武器の摂取を図った背景には、封建秩序の確立や一気の防止とともに、境総論における実力行使による自力救済が政権の政治的権威に対する脅威とみなしたという背景もあった。平定された諸地域において国部を行い、 対抗検知によって工作者を確定させたことは自力救済の否定であり、集権的な政府による地方支配を目指したものだったのである。ありがとうございます。